はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーでーす。はい、今日も動画をお付き合いいただきます。Pさんでーす。お疲れ様です。お疲れ様です。いやいやいや、終わりました終わりました。ねえ、本日もね、お疲れ様です。飲みながらちょっとしっぽりやらせていただいております。はい。梅雨明けたんですって？明けました。大して雨降ってないですね。夏場の水不足も心配でございますが、はい。で、あの今日、ちょっと車両の、まあ、あのお店のね、まあ、いやらしい話、宣伝動画なので、まあ、告知的な、はい、いやらしい商売的な、はい。で、あの今日アドレス110君、うちのお仲間さんならもうご存知だと思います。ちょっと在庫1台ありましてですね、今月売り尽くすみたいな、原付の在庫全部売り尽くしてやるぜって思って、明日最終日どうしますか。困ったなぁ。いや、とりあえずね、困ったですよ。今すいません、くださいって来るお客様もいらっしゃるかもわかんないですね。引き続きなんですけど、はい、まあ明日もね、まあ6月の最終日になりますけど、はい、あ、まあね、あがきますけどね、とりあえず7月、1日からまあ、鈴木の方の在庫がどうなるか分かんないですけど、とりあえずうちの方でワイズファクトリーで独自にアドレス110リアボックス5000約字プレゼントしちゃおうかなと。これ僕のポケットマネーでね、これ5000約いただいた方に、まあ、あの僕がリアボックスをつけちゃうかもね。かもねなんだ。いや、つけます、つけます。はい、まあ、5000約時に、はい、リアボックスをあのパッケージングして、商談というような形で、はいはい、どうなんだろうな、こういう動画で告知しちゃって、なんだろう、懸賞法とかさ、なんかプレゼントがどうのこうのとか、またうるせえこと言われると嫌だから、はい、とりあえず、5000約時に、リアボックスをパッケージングする感じで、お見積もりをお作りしますんで、はい。まあ言ったら、だからプレゼントしちゃうから。近場のお客さんですよ。でもね、うちの証券の人、うちはほら通販とかをやらないので、だから電話とかでその総額お乗り出し価格ね、いや結局いくらなんだよっていうところじゃないですか、勝負的に。新車買うなら1円でも安い方がいいんだから。で、うちに関して言えば、お電話でお問い合わせいただいてもお答えしかねます。新車の商談に関してはご来店いただいて、はい、目の前でお見積もりとやり取りさせていただいて、はいはい、最終的にご制約という形になれば、リアボックスの方、お付けした金額というような形で、はい、お乗り出し価格とさせていただきますので、はい、ぜひご来店くださいというような。そうですね、で7月1ヶ月間ちょっと頑張ってみます。はい、アドレス110に限らせてください。で、あとね、うちにこの子ね、ある在庫売り切りたいから、じゃあこの1台限りなんていうしょっぱいことは申しません。はい、今月、まっとう、あと7月、鈴木の在庫の方が、オールカラー、在庫の方は問題なさそうなので、白、シルバー、黒、青ですね、このラインナップ、お取り寄せしても同じ条件でやらせていただきますので、ぜひお声かけていただいて、お好きな色をお選びいただいて、なるべく店頭在庫からはけていくと僕は嬉しいです。うん、というような形で、ね、その時にも、はい、ちょっといやらしい話じゃないですけど、ギアのボックスはつけていただけるということで、はい、いやいや、もう取り付けなんかそんな工賃込みの話してます。そんなしょっぱい話。そうですか。ね、ギアボックスサービスしますよ、取り付け5000円です。そんなバカ、そんなバカなですよ、Pさん。そう、あ、それいいね。まあそれは冗談ですね。そのご来店いただいて、でうちがまあまあ先ほども言いましたが、通販とかやらないので、その際のお見積もりはご来店いただくということが条件になっております。はい、ご来店いただいてね、ぜひ、お見積もり取っていただいて、うん、リアボックスの方を取り付けしたアドレス110乗っていただいたら嬉しいなと思っておりますけどもね。はい、でもあれですね、まあ、そうで一応ね、うちの方でそのお話ししてるリアボックスっていうのがビーボの、これがね、なんつうんだっけ、空ケースって言いまして、まあ、大体うちで店頭では8200円でお取り付けさせていただいてるものなんですけど、じゃあちょっと感じどんな感じになるみたいな感じでちょっと、はい、こういう形でお取り付けですね。これサービスさせていただきますんで、はい、別に全然おかしくはないですね。いや、もううちで普通に推奨してるやつです。ですよね。まあ、あともちろんお好みがあるかと思いますんで、え、例えばデイトナの GB ボックスですとかね、あ、まあ、最近ちょっといろんなところで流行ってる、
ちょっとおしゃれな。あとはちょっと値段が安いね、あの、なんて言うんでしたっけ、ネットだとお仲間さんの方が詳しいけど、ヘッドに当たりますよね、はい、サットだかシャットだか、セッツだかね、なんかそんなのがあるなるほど、だからそういったものをもご相談いただければ、例えばプレゼントは難しくても、あの格安でね、取り付けしますよみたいなことができるものであれば、はい、ご相談乗りますので、オプションパーツなんかは当然あの普通に商談してる時にね、お話伺って、あの納車時にお取り付けできるものなんかは、取り付け工賃サービスでお取り付けさせていただいておりますので、はいはい、まあ、部品代はちょっと別途になるものが多いんですけどね、はいはい、ご相談いただければと思います、ね、ぜひぜひご来店お待ちしてますという。でございます、はい、ぜひぜひ、なんとかもうこうね、うちなんかだと横浜市内の話になります。お届けは無料で、あの車両自体はね、納車時、はい、お届け無料でやらせていただいてますし、旭区、保土ケ谷区、ね、中心に、あとは、まあ、割と首都圏離れても横浜市内のお客さんなんか結構、割とね、30分、40分かけて来ていただける方なんかもいらっしゃるんですけど、あんまり無茶な遠方の方はね、実際あのオイル交換って来ていただけるんですかみたいな県内の方だと、ちょっとなかなか僕も商談やりにくいものがあるので、そうですね、まあ、なるべく、ね、常識的な範囲内って言っちゃあれだけど、なかなか本当最近こういう動画やってると、すごい遠方から声かけていただくこともあるんですけど、本当にありがたいんですが、くれぐれも無茶だけはなさらないようにというような、本当にあの僕、あの証券で、動画立ち上げた頃に言わせてもらってましたけど、半径 500m で商売やってる人間ですからというお話ずっと申し上げてますんでね、はい、そこは無茶せんといてくださいというお話です、はい、7月1ヶ月間アドレス110、はい、頑張って売っちゃうぜなお話でございました、はい、で、あと今日夕方に GSR250 の、作業動画、作業動画って言わないんだな、はい、うちはシチュエーションコントやったんですけど実はね、あの作業をやって、まあ、だからこれ1本前の、ね、お仲間さんは多分見てらっしゃる方多いと思うんですけど、なんじゃそりゃっていう方は今日のうちの動画の1本前のやつ見ていただきたいんですけど、ただひたすら作業に付き合わされるだけの動画みたいなことでね、交換した部品がこういうものになっております。リュルリュン、これね、ブレーキのマスターシリンダーの中に入ってる、マスターカップ、まあ、オーバーホールキットになるんですけどね、これじゃあ何っていうと、ブレーキ油圧で押してるもんで、これ原付のブレーキレバーなんですけど、ブレーキをねこういうふうに押してるんですな。でこう油圧になってて、こいつがピストンがグーッと押されることによって、下の方でキャリパーのブレーキパッドを押すピストンが押し出されるという仕組みになっております、はいはい、こういったものはポピュラーにこうオーバーホールするものとしてね、メーカーが用意してるんですよ。スズキに限らずなんですけど、うちで言えばこの間 PCX もやったし、 GSR を今日やって、はい、あとアドレス V125 なんかでしょっちゅう仕事なんですけど、はい、なんでこれ変えなきゃいけないのっていうと、握った時にこうグググググッここここみたいな、ちょっと握り心地がこう硬くなる人なんかいらっしゃらないですかね。スムーズにこう握り込めない、途中で半分ぐらいのところでこう硬くなるような、ただ硬くなってんだけどなんかブレーキ効いてないような気がするみたいな時は、このねスライドするところにね腐食して動きが悪くなって、はいはい、まあ、簡単に言っちゃえばサビみたいなものが発生してね、はいはい、このピストンのスライドが悪くなるんですよね。でそういう時にここを外してあげて、まあ、僕はもうこれ部品必ずゴムのシールが絡む部品なので新品にしちゃうんですけど、はい、そこをバラしてブレーキオイル抜いてあげて、中をクリーニング、きれいにお掃除してあげて、はい、また部品を組み付けてあげる。そうするとあら、スムーズに元通りみたいなね、はい、握りがずいぶんスムーズになりますので、こういうオーバーホールたまにやってあげるといいと思いますね。ブレーキオイルってすごく吸湿性が高くて、オイル自体もなんか最初はね透明に近いものがこう茶色になってたりとか、あれ入ってんの入ってないの、ね、なんてドス黒くなったりとか ね、そういうことあるので、たまにこういう作業をやってあげるのはね、まあ、オイルも劣化しますからね。そういうことですね。抜き替えを兼ねてね、こういう作業を一回やってあげると、またブレーキがこうリフレッシュされていいんじゃないかなと。で、この作業をやって今日の動画でちょっと解説しようと思ったんですよ、はいはい、実はあの作業何をやっていたんでしょうか、分かるお仲間さんいますみたいなことをやりたかったんだけど、コメント欄に珍しくターさんからコメント入ってきて、でターさんがね、100% 当てたんですよお客さんからの依頼内容とその作業内容、はい、全部コメント欄に書かれちゃったんで、
何してくれたの？ズバリその通りです。まあ、あのタさんのコメントを見ればその通りということですね。どういうお客さんからどういう依頼があって、うん、その作業をやったのかっていうのは、あの、はい、今日その動画の、コメント欄見てたとタさんが答え書いてありますんで、はい、そちらご覧ください。はい、で今日はね、アドレス110、7月はリアボックスをサービスしてたくさん売っちゃうよみたいな案件になっておりました。はい、本日もじゃあまた次回。よろしくお願いします。はい、Pさん、じゃあまた今日もお付き合いください。お疲れ様でした。どうもです。